デメニギスは、ニギスモク、デメニギスカに属する魚類の一種。望遠鏡のように、筒状に突き出した両目が、特徴の深海魚でもある。デメニギスはニギスモク、デメニギスカに所属し、デメニギス族に含まれる、唯一の魚である。太平洋北部の亜寒帯海域に分布し、水深400から800メートルを主な生息域とする。日本近海では、 岩手県以北の沖合に分布する。デメニギスは海底から離れて暮らす中層遊泳性の魚類で深海の海中を漂って生活している。大きなヒレは主に姿勢を安定させるために使われ、捕食時以外に活発に遊泳することはほとんどない。デメニギス科に属する禁煙種、クロデメニギス。筒状の眼球を前方に向けている本種の最大の 特徴は頭部及び眼球である。デメニギスの頭部は透明なドーム状の膜で覆われ、内部は液体で満たされている。眼球は他のデメニギス類と同様に筒状となっており、軸を回転させることにより前方真上の範囲で視点を変えることができる。通常は目を真上に向けており、髪型から差し込むわずかな光によってできる獲物の影を捉え、捕食するものと見られている。 また、目には特殊なフィルターのような器官を備えており、獲物のカウンターイルミネーションを見破ることができると考えられている。小魚やクラゲといった餌生物を発見すると、感情眼を双眼鏡のように回転させるとともに、体全体を獲物と直線上に並ぶように動かす。また、クダクラゲ類が捕食した獲物を横取りする習性を持つ可能性も指摘されている。口は小さく、 体のほとんどは大きな鱗によって覆われる。デメニギスが最初に記載されたのは1939年であるが実際に生きている姿が観察されたのは2004年のことで頭部を覆う透明なドームの存在もこの時初めて確認された。それまでに捕獲されていた個体ではこのドーム上構造物は傷つき原型をとどめていなかったのである。ありがとうございます。